はい、それではゼンフォン3いきますよ。ゼンフォン3って2種類あって、5.5インチと5.2インチがあるんだけど、今回やるのはこの5.2インチね。ZE520KL です。こういう風に、箱は普通のこういう四角い箱ですね。で、裏はこんな風になってます。はい。じゃあ開けますか。こうかな？あれ？逆か？あ、こっちだ。こっちから開けるんだ。こうですね。こういう風になっておりまして、これが本体。本体がこれと。本体がこれですね。こういう風になってて、こういうふうになってて、こうなってて、上こんな感じね。で、下がこんな感じと。ね。それで、ここを開けるとどうなるか。マニュアル類だね。こうなってて、あ、これがイジェクトピンだ。イジェクトピンはこんな感じのものですね。ちゃんと ASUS のロゴが入ってるんだね。へえ。こうなってて、で、あとはマニュアル類ですね。アイメイのシールと、あとマニュアルだ。で、その下にこういうのが入ってますと。これ AC アダプターだね。お、ちゃんと日本仕様じゃん。あれ？珍しいな。これあれだよね。別に日本向けに出荷されたものじゃないよね。まあ大体からしてマニュアルもさ、中国語版だからね。明らかに日本向けに出荷されたものではないよな。なのにこういうアダプターがついてるのって珍しいね。それで、これがヘッドホン。はい、これヘッドホンですね。おお、こんなふうになってんだ。あとこれが替えゴムだと。4つついてるね。2セットっていうことか。これ見た感じちっちゃいやつと大きいやつ2種類ついてるっぽいね。で、あと USB ケーブルと。ね、これはタイプ C だよね。ね、タイプ C。タイプ C の USB ケーブルと。はい、じゃあまとめいきます。本体と日本仕様の AC アダプターがついてて、ヘッドホンと。で、ヘッドホンの替えゴム。あと、USB ケーブルと。イジェクトピンもついてますと。ね。それと、あとはマニュアル類がこういうふうにありますと。内容は非常にシンプルですね。